私、このウィキペディアの存在知ったの最近なんだけど、もうこれさ、アホみてえに面白くない？名前まんますぎやろって。もうマジで面白い。もうちょっとさ、ひねれよって。最初ネタかなと思ってさ、何かの間違いかと思ったもんね。主な症状。深刻でしょう。医学的な検査を行っても、器質的、形質的な異常を認めない。だから、目に見えない。精神的なものってことやね。治療めっちゃ面白くない？夫婦共にカウンセリング。別居。いやいやいや、お父さん退職して家にいるだけなのに、カウンセリング連れてかれるの、意味わからなくて、かわいそすぎるでしょ。あーでも本当に、飯とか言って、催促してくる気持ち悪い旦那って存在するのかな？もう何にも自分一人でできないみたいな。うちのパパはね、飯は自分で食いたいもん勝手に作ってましたけど、まあうちんちはもうこれだったんですよ。パパが定年して家にいるようになって、趣味がないので、出かけないんですよ。というかね、趣味って言っていいかわかんないけど、映画が好きなんで、基本ずっとリビングで座ってんの。だから、お父さん、まあ、旦那さんがアウトドア趣味の人って運がいいよね。今日もキャンプ行ってくるわとか言って、勝手に出かけてくれんじゃん。うちみたいにインドアの趣味だと、家の中の空気が重くなるよ。ずっと家にいるから。でもさ、お父さんだって週5で働いて、やっと休みだって、疲れてずっと家で休んでたいのに、家にいると邪魔だなって思われんのかわいそうだし、またキャンプ行ってきなよとかって、休みの日にもさらに肉体労働を強いられるのかわいそうだよね。そしたらいつ休めばいいんだって話じゃん。そういうの見てると、結婚って一体何なんだろうって思うよね。 ATM っつうのはあながち間違いじゃないと思うわ。自分のお金で家買ってさ、その家にいることも疎まれるって話聞いただけですごいかわいそうになっちゃうもんね。でも邪魔なのは真実なんだよな。で、うちはリビングにブルーレイの機械があって、ママはそれにケーブルテレビの番組録画しまくってるんだけど、パパが家にいるとずっとリビングに座ってるから、録画物が見れないと、消化できないと。で、暇だから出かけるわって。で、意味もなく出かけてたの。ほぼ毎日。もう買い物とか別に何の目的もないのに出かけてたの。もう主人在宅ストレス症候群でしょ。立派に。まあ、うちのおかんは自分が出かければいいやって感じで、大して気にしてなかったと思うんだけど、私はすごく負のオーラを受け取っちゃってたんだよね。本人たちはきっと大して気にしてないんだろうけどね。うちのおかんのまだいいところは、パパにどっか行けよとかって言わなかったことだね。邪魔って言わずに、嫌だったら自分が黙って外に出るっていうのは救いだったかな。で、今はうちの弟とおかんが実家で一緒に暮らしてるんだけど、弟が休みの日にやっぱリビング占領するから、弟も弟で27にもなって、よく一人暮らししたいと思わないよねって。なんか一回経験してみたいと思わないのかね。だからうちの弟はパパに似たんですかね。もう人生って何なんだって感じでね。そういうの見てると、夫婦って何なんだろうって本当に思うよ。もう会話ないから、録画物を一緒に見るっていう選択肢はゼロなわけよ。まあ仲いい夫婦の人はそういうこともするんだろうけど。だ、みんなの親ってどうだった？これ、うちんちが特殊で、まあ仲悪いんだろうなって思ってたんだけど、だ、どうやら世間の家庭ほとんどがこれらしく、ああ、うちだけじゃないんだって。で、こういう病名ができるくらいたくさんの人が悩んでるって思うと、すげえなってさ。でも、亭主元気で留守がいいは、86年の流行語大賞ってことで、かなり前からこの症状あるんだなと。いつの時代もあるって感じでね。現役の頃は、朝から働いて残業して、やっと定年したと思ったら、疎まれる。男の人生って何なんだろうって感じするよね。まあ、これは団塊世代に多くて、今の人はあんまり当てはまらないと思うけど、まあ、男にとって、結婚は人生
生の墓場ってのはほぼ間違いないと思うよ。で、男性の皆さん、こう思われないためにはね、趣味を持つことです。でもね、インドアだとダメ。罪、アニメ鑑賞とか外に出てくれるやつじゃないと。でもね、自分の部屋にこもってやってるなら大丈夫だと思う。うちみたいに、まあ、共用のスペースリビングに居座られるとね、 80% 死ねよって思われるね。てか、うちって私の部屋、弟の部屋、パパとママの寝室しかなかったから、お父さんの部屋、お母さんの部屋ってのがあったらまたちょっと違ってたっていうか、もうちょっと夫婦仲良かったのかもね。お金がないばっかりに仲が悪くなったって考えると超寂しいっすね。こういうのを見せられてると全然結婚とかしたくなくなるよね。まあ、というわけで、いろんな要素が重なって、私が今後いくら貧乏になっても実家に帰るっていう選択肢はないよね。もう帰るくらいならもう帰りたくないからお金ちょうだいってせびるかもしんない。有吉の本に実家に帰るって選択肢がある人はいいですよねって書いてあって、それがずっと頭に残ってるんだけど、本当それは思うね。で、コロナで在宅になったお父さんもいると思うんで、あーこれ奥さんのストレス溜まってる家庭多いんだろうなーって、誰に相談されたわけでもないのに日本全国の家庭に思いを馳せて辛くなってる自分がいますね。私はずっとそういうママを近くで見てきたからさ。というか、お父さん、まあ、旦那さんが家にいてくれた方が嬉しいって人すごいよね。そういう人に会えたことが本当に素敵だと思う。だからさ、旦那さんが単身赴任多い人だとラッキーだよね。家にいなくてお金だけくれんでしょ。いいなぁ。ないものねだりしてる暇はない、あるもので戦い方探る、好きな仕事に苦手はゴミ箱、腐女子が語る、ゴミ夢中。